はい、それではやっていきましょうか。今回はですね、懐かしいな。残念ながらちょっとがっかりしてる選手かな。トルガン・アザールです。アザールのこれ弟かな。まあ、アザールがね、本家のアザールが左サイドから勝ってるんでしょう。ポルガンも左なんかな、なんか右ってイメージもあったけどな。まあ、エデンがいるから右行ってるのかな。30歳と。まあ、期待されましたよね。兄貴同様に。まあ、兄貴がね、チェルシーからレアル行って、この弟の方もね、どこまで行っかって言われたんですけど、ドルトムントでくすぶってますね。で、なんか見たらね、今ドルトムントから PSV にレンタルされたみたいで、で、PSV でも全然試合に出てないって感じで。で、またあの、ドルトムントに帰るみたいなんですよ。全然やんっていうね。完全にピーク過ぎちゃったね。まあ年齢的にはね、まだ30歳なんで、老け込むような年ではないけど、もうちょっとしんどいかな。さすがに。なんやろな、このアザール家は。金持ったら急に堕落するな。まるでラテン系やな。まあだからベルギー代表とかもね、多分外れてると思うんですけども。そうね、兄貴もなんかもう現役引退するかせへんかっていう感じでしょ。厳しいかな。で、特にこの弟の方はね、まあ兄貴もそうかな。もう中東かな、間違いなく。でも中東でもそんな引き取り先ないかもしれんけどね。まあでもまあどっか引き取り先はあると思うけど、まあでも中東ぐらいじゃない。そうか、もう地元帰るか、もうどれかでしょう。さすがにもう PSV でね、全然試合に出れないって使い物にならんからね、マジで。残念だ。ここまでという感じかな。まあベルギー代表でもね、パッとしなかったしね。まあ、チーム自体がパッとしなかったんで、まあなんとも言いようがないですけど、まあ、ワールドカップとかはね、まあ、何回かは出たんじゃないですか。まあ、今回選ばれたかどうかは知らないですけども。はい。あの日本戦、あの時、まあ、試合には出てなかったですけど、多分ベンチにはいたんじゃないですかね。はい。まあ、でもいよいよ、もう終わりかな。